東京、現実と想像が交わる街、ボキタンと行くアニメ聖地巡礼。というわけで来ました、東京メトロ四ツ谷三丁目駅です。そこから徒歩8分、菅神社近くの菅神社男坂の方に向かいます。あっち来ろ、あっち来ろ、ぜひぜひ一緒に行きましょう。いや、もう聖地巡礼っぽく来て写真を撮ってる海外の方とかもいますね。いやー、それくらい有名な作品、アニメ。さあ、何の場所かな。すぐそこだよ。ほらー、見えました。ここ、わかりますか。君の名はで、ハキくんとミツアちゃんが出会う階段です。あの場所が現実にもあるっていうのが不思議な感じですね。こちらはね、その近くの交差点からその階段の方を見た場合はこんな感じだよっていう。あっちあっち。さあ、そんなアニメ聖地なんですけど、日本のアニメ聖地88と題してパンフレットがあって、これね、海外の方が読める英語版とか日本語版とかいろいろあるんですけど、いやー、いろいろな場所行ってみましょう。あ、その前に今日は新宿のね、有名な場所、新しい観光スポット、そしてこのクロス新宿ビジョン 3D っぽくね、なんていう、横側とその前側でこう立体的なディスプレイみたいに見えるっていうね、このモニターで、わー、イルカチッチがーすごい、夏に爽やかな映像が流れています。いいね、鴨川シーワールド。はい、新宿のね、猫ちゃん、新宿東口の猫ちゃん、新しい、僕アニメキャラと言って、アニメじゃないかもしれないけど言ってもいいかもしれません。はい、皆さんもぜひにゃーん、会いに行ってみてね。みんなが見上げてたよ。ほらほら、ほら、映像はね、本当はもっと綺麗なんですよ、現実でも。で、まあその聖地もいいんですけど、まずちょっとランチを食べよう。新宿歌舞伎町ね、東口から徒歩5分にある、見ました、とんかつジャズケの鈴屋さんです。こちらで今日は美味しいとんかつジャズケ食べましょう。ほら、見てください、熱々の鉄板にとんかつとキャベツが乗ったすごく美味しいランチが食べられます。最後にね、締めという感じでお茶漬けをね、お茶を入れて食べるとまたまた美味しいっていうね、二度美味しい感じなのです。さあ、お腹もいっぱいになったことだし、行きましょう。今度は JR 荻窪駅北口から徒歩じゃないバスで5分の荻窪警察署前で下車する感じなんですけど、こんな感じの場所で降りると、アニメのね、登りみたいなのがあるんだけど、その近くに神社があります。ほら、見えた？神社の中を突っ切っていくと風情があっていいかもしれません。いやー、どんな聖地があるのかな？でも書いている。はい、杉並アニメーションミュージアムが奥に見えると思います。あっちで、杉並アニメーションミュージアムは、あと動画の撮影はちょっとできないんですけど、写真撮影はできるってことで、その行くまでの道が動画に載ってるよ。いやー、なかなかこう立派な建物なんですけど、この近くにね、自販機があって、自販機で推しの子のね、 PR をしてたりとか、いや、いいですね。そして入り口はこんな感じです。サインがいっぱい。そしてアニメの原理がわかる、いろんな仕掛けもあったりするし、こちら等身大のフィギュアみたいなのがあったりとか、なんかブレイブストーリーが、そして、こちらアフレコの練習だったり、 SE を入れる練習ができるようなね、体験ブースがあったりするよ。ファミリーとかカップルでも楽しいんじゃないかな。そしてアニメの、始まり、日本のアニメの始まりから現在までの年表、いやー、じっくり見るといつまででも見れるような、そんな資料もたくさんありました。いやー、どこ見る、あっち見る。そしてこちらはアニメ監督、いろんなアニメ監督の机の様子とかが解説付きで見たりできます。なかなか貴重だよね。そしてアニメ、はい、何アニメ、エヴァンゲリオンのフィギュアもあります。そしていろんなアニメのポスターね、まあ、さっきの話題のアニメから昔のアニメまでいろいろあって、わーわーわー、これ知ってるとかお話もいいし、トレースする台とかあったり、このデジタルのタブレットみたいなのもあったりとか、私サイン書いてた。
そしてここでパンフレットもらいました。2010年の88箇所こういう募集にあのスタンプを押す場所もあったりします。ぜひ押してみてくださいね。そしてそう、入り口にはこんな感じでアニメに関する号を変える場所とかもあったりします。ぜひチェックしてみてください。東京アニメの聖地がいっぱいです。ぜひいろいろ楽しんでみてくださいね。 VR 大好き VR ガイド、そして東京ご当地 VTuber でもあります沖田もっとでした。またねー。